こんばんは、カエです。今回私どこにいるかというと、沖縄那覇国際通りにおります。仕事終わったー、飲みに行きます。ちょっと前に沖縄旅行の動画を上げたばっかりなんだけど、去年の12月半ばに急遽沖縄出張が入りまして、人生3回目の沖縄。前回の沖縄旅行の時に国際通り周辺のせんべろ店がとっても素敵だったから、今回は仕事終わりにせんべろはしご酒 with 同僚でございます。早速1軒目やってきたのは今回の大本命こちら。ネットで調べた時にせんべろのおすすめ店として必ず入ってて来たかったんです。ここのせんべろは1000円でフード1品とドリンク3杯かドリンク4杯っていうシステム。せんべろのドリンクメニューはこんな感じ。そしてこのお店せんべろのフードメニューが超びっくり、串揚げ10本とかあるの。それでは1杯のシーサーをもらってせんべろスタート。まずは沖縄といったらの三品茶杯で、いや仕事終わりのお酒はしみる。これを楽しみに頑張ったと言っても過言ではない。わー、ありがとうございます。まずは1品目、フーチャンプルー。いただきます。フーチャンプル嬉しい。フーチャンプルってなんだろうね。そもそもフーチャンプルって調べたら車麩と野菜の炒め物みたい。え、うまっ。あれがもちもちでめちゃうまい。車麩の食感とちょうどいいしょっぱい味付けでお酒が進む。ってことで早速2杯目注文。またもや3品杯に決定と、ここでせんべろセットの2品目おまかせ10本串登場。これすごくない？これだけで1000円でもいいレベル。ということでまずは喉を潤しまして、これなんだろう、仕上げが気になる。何かわからないけどこちらに決定。早速バクッと、うん、うまい。これ衣はサクサクなんだけど中はお肉の旨味がたっぷり。続きましてはデカデカかぼちゃ。さつまいもの天ぷらとかこういう串揚げのかぼちゃとか外サク中ホクホクが大好き。そしてじゃんじゃんいきます。3杯目、焼酎のソーダ割り。初めて飲む島のナポレオンっていう焼酎からの串揚げに欠かせない牛ヒレ肉。串揚げラストは玉ねぎ。これを一口で、玉ねぎの甘みがたまらん。てなわけでグビーと飲み干して、ごちそうさまでした。次次どこに行こうかなと歩きまして、2軒目はこちらのお店。外まで人がいっぱいでにぎわってて気になって入ってみた。ただここのせんべろは串までっていうことで今回は1500円ベロ。早速ドリンク到着。はい、この1500円ベロもドリンク3杯とフード1品かドリンク4杯のシステム。あ、美味しい。はーい、ってことでフードも到着。フードは2人合わせて2品なんだけどどうしても選べなくてキムチは単品注文。寿司さん大好きなナス、そして海鮮キムチ。まずはキムチからいただく。これ海鮮キムチだから中にお魚も入ってる。お肉ももちろん好きなんだけど実は和食とかお魚が大好きだからこういう海鮮系のおつまみが充実してるの本当に嬉しい。レモンハイボールね。はい、
で、このナスもうまかった。うまっ、ナス。醤油ベースの甘辛い味付けが癖になる。そしてメインのお寿司3貫。ここでお寿司をかけた大事なじゃんけんタイム。一発目、じゃんけんは負けましたが、狙ってた金目鯛のお寿司ゲット。これがしっとりでうまい。みんなはちなみに何のお寿司が好き？人の好きなお寿司のネタを聞くのがめちゃめちゃに大好きなので、よかったら教えてください。ちなみに私のベスト3はサーモン、エンガワ、中トロの3つ。ありがとうございます。なんてお寿司について熱弁していたら、あっという間に3杯目突入。この後も食べて飲んで、ごちそうさまでした。この時点でかなり酔っ払ってたんだけど、もうこうなったら逆に止まらんってことで3軒目にやってきたのはこちらのお店。実はこの向かいの足立屋さんってお店に行こうと思ったんだけど、ラストオーダー後で振られてしまいまして、作ってくれたのがこの天国酒場。このお店ドリンクメニューもとっても豊富で、フードメニューも魅力的なものばっかり。ということで1杯目到着。この間ハマった豆乳杯があったので、もちろんそれに決定。めちゃうまい。台湾にもできてほしい。本当に本当に大好き。これめっちゃ美味しい。酔っ払っているのでいつも以上によく喋ります。とここで美味しそうなよだれ鶏到着。よだれ鶏に行く前に豆乳杯をグビーッと飲み干しまして、お肉がしっとりでグー。うまい。はい、じゃんじゃんいきます。2杯目。そして出発先到着。オリジナルカレーレッドホット。これ周りがとにかくカリカリで、カレーのスパイシーさがまた最高。そんでもってまたお酒が進んじゃう。ってことであっという間に3杯目豆乳杯突入。よだれ鶏と手羽先。待って、どうやってやんだっけ、もうわかんないや。この辺りから酔っ払い度マシマシなので、ご注意してご覧ください。そんなこんなじゃんけんで勝ち取った手羽先を食べまして、3杯目豆乳杯もグビーといったところでゴチ。十分満足。楽しみ尽くしたと言いながら4軒目に向かっている私でございます。今回トータル4軒回って、どのお店も本当に美味しかった。ただ一番個人的には1軒目に行ったテンシーサーがお気に入り。めちゃめちゃこの辺楽しい。ということで早速もう寝に帰ります。じゃあね。